コロッケじゃないけど。コロッケありがとうございます。今日はメイクしてません。次ぐらいあげようかな。まつげのメイク落とすのが一番嫌なんだよね。昨日と違って天気が悪いですね。寒いし、私なんかもう頭がぼーっとするなって思って、なんか私低気圧に弱いから、その気圧で気圧の頭痛のなんか注意の高さを見るアプリがあるんですけど、それ見たら今日は要注意って一番なんかね、注意レベルが一番高い警報みたいになってました。今日は低気圧。冷蔵庫にあるのがじゃがいも、明太子、玉ねぎ、ネギ、豆腐なので、スープとポテトサラダを作ります。でご飯炊いてるし、冷凍の餃子もあるし、ね、あるものを使って料理するのもね、なんか冷蔵庫に残ってるもので、残ってるものだけで何が作れるかって考えて、それでちゃんと何品か作れたとき、めっちゃ達成感みたいなのある。寒いな。めっちゃ寒い。作りません。実はこの前コロッケ作ったんですよ。まあコロッケって呼んでいいのか、呼んでいいか。
じゃがいものをなんて言った今じゃがいものじゃがいもを煮てなんかじゃがいもの煮物じゃがいもの煮物みたいのを作ってでそれを蓋してバターとか入れて味付けてで衣つけて揚げ焼きしてコロッケにしました。肉とか入れてない、玉ねぎも入ってる、和風的な和風コロッケ。でもやっぱね揚げ物を揚げるとさ大変だよね、お掃除が。なんか揚げ物の匂いみたいなのもさついちゃうね。予告みたいのもしてなかったし、玉ねぎ、コロッケっていうテロップだからコロッケ作ってる人みたいになりそう。作ってないんだけど、じゃがいもを茹でる、茹でます。スープは味噌汁が良かったんですけど、味噌がなくてもうなんか終わっちゃったっぽいので中華スープかなにします。カブも入れてみようかな。カブが1個余ってるから中華スープに。
ルって何入れてもいいんだよね。そう、あ、やばい、あと明太子も一回買ってからずっと余ってて、皆さんは明太子どうやって食べる人ですか？今日はね、明太子テサラにしようと思ってます。そのままご飯の上とかでも美味しいけどね、絶対に。パスタね、私意外とパスタって全然作んないんですよね。なんかさ、なんでだろう、実家ではいっぱい作ってたけど、パスタは簡単だけどさ、なんか茹でる鍋、水を切るザル、なんか煽るフライパンみたいな、必要なものが多いからかな。一個で。でもワンパンパスタみたいなの流行ってますよね。一つのフライパンで作っちゃうみたいな。なんかごま油がないかも。おー、ない。電子レンジで茹でます。そうなんだ。なんか確かにパスタ茹でるレンジでやるやつのこういう細長い四角いのありますよね、調理器具みたいな。あー、ごま油ないや、残念。ネギとかカブを炒めます。
うすでにいい匂い。おいしそう、なんかおいしそう。ネギもっと入れちゃおう。サッカー負けちゃいましたね。7時ちょっとぐらいとかショールーム終わって7時前にショールームやめて、でその後ファーストラブドラマを見ようとしたんですけど、一瞬だけサッカー見た。みんなが見てるって言ってたから一瞬見ました。そしたら後ろの方で選手が転んじゃってて、なんかわーって声出た。コロッケの音じゃない。そうだよね、コロッケ部だけど、セルフ今頑張って打ったのに気をつけるよ。ごめんね青春っていうドラマをこの前一気に見てたんですけど、その時に三島コロッケっていうのが出てきたんですけど、それってドラマの中だけじゃなくて本当にある名産なんですか？名産の人物？気になる。それはなんかドラマの中でだけど、なんかね、ウーバーイーツみたいになんか人の注文あったらそのお家に行ってコロッケをそのお家であげるっていうシーンがあった。え、実際にないです。三島コロッケは本当にあるんですね。
ハワイさん出てました。すごい。あの頃って私 AKB だったっけ。違うか。チンします。じゃがいもは私はいつも水分飛ばす。一回茹でで終わったら溶かし芋みたいにします。なんかその方が美味しくなる気がする。気がするだけですよ。スープに使ってた、なんかベラみたいのをポテサラに使っちゃってた。マヨネーズこれしかない。やばい。これ全部だな。感じ。あ、ちょうどいいかも。間に合った。まあ、じゃがいもちっちゃいの2個だけだからね。あ、美味しそう。バターと牛乳も入れたから結構クリーミーな感じの。私ポテサラ好きでいろんなお店のポテサラ食べるけど、やっぱ結局
べちょべちょぐらいクリーミーなのが好きで、卵いっぱいのが好きです。で、明太子はしませんけど、ピンクしかなくて、味見してみます。うん、当たり前、当たり前に美味しい。で、バター、牛乳、マヨネーズ、美味しいに決まってる。あ、美味しい。やっぱじゃがいもと明太子は合いますね。これね、味見が止まんないやつだ。ネギとカブをごま油でこんがり炒めて、で水入れて鶏ガラスープの素入れて、で煮込んで、今豆腐を入れました。でここにわかめとかごまとか入れて、醤油、お酒で味付けて完成かな。すごい、今日料理が早い。カブがね、中華スープでどうなるのか楽しみかな。え、すごくない？買い物行ってないよ。冷蔵庫にあって、なんなら賞味期限に近いものとか、そろそろ使わなきゃなってものを。すごくない？自分で言うけど、これとご飯と餃子かなって言ってて、おとといも餃子食べたいの。なんか最近買い物行くのめっちゃ怖くて、家にある野菜とかもお願いして、家にあるものって思うと結局ね、メインが餃子になっちゃうんだけど、餃子いっぱいあるからね。スープおいしそうね、絶対おいしい。卵、溶き卵入れたかったけど卵ないかな。
ドライヤー試せるじゃないですか。あ、でもダイソンだとしたらダイソンの掃除機じゃなくてなんだっけ、ドライヤーで収納の仕方難しそう。丸いし、明日買おう。今日まだ使える。なんか丸いじゃないですか。なんかテレビで見たの、その丸いところにこうなんかこういう筒状のものがあって、そこにダイソンをシュッて入れると壁にかけられるみたいな。ちょっと説明超下手なんだけど、ダイソンならそれがいいけどその収納の筒がない。醤油皿、可愛くない？ BSTBS さんにいただきました。超可愛い餃子。これでいつもね、餃子のタレつけてる。イエーイ、可愛いよね。本ももらった。夏中華の。じゃあ味見してみます。最高。なんでこんな美味しいんだろう。びっくりした。炒めたからかな、最初に。美味しい。カブとネギを最初にこんがり炒めたおかげでなんかめっちゃ美味しくなってるかも。豆腐、ごま油、酒、醤油、中華スープの素ですね。完成、今日の料理。かぶ、ちょっとかぶ食べてみよう。
カブはなんていうの、くし切りにしました。カブトロトロ、カブマジか、カブカブいいね。カブいい、カブいいわ。なんかカブって味噌汁とかのイメージだったけど、中華でも合う。やっぱスープって何でもいいんだね。カブ美味しい。カブの葉っぱも入れました。カブの葉っぱも2回言っちゃった。カブの葉っぱね、美味しいよね。あちちちち、箸使った方がいい。カブってクリームソース煮みたいなのもありますよね。って何でもあるんだな。うん、カブの葉っぱってちょっと辛いじゃないですか。いいよね。カブいい。カブ推しになりそう。しちゃった。あれ、私何時から配信してました？今何分ぐらい経った？30分ぐらいかな。終わっちゃった料理。そしてなんかあるかな、見せたいの。このお菓子が大好きです。去年の冬に、秋今ぐらいの時期にカルディで買いまして、美味しくて、で舞台の稽古とかにめっちゃ差し入れで持ってって、で今年また出てたのでまた買いました。こういうサイズ、2種類あって、キャラメル味とこのマキアート味、こっちの方がほろ苦くて好き。私はぜひ見かけたら買ってみてください。ただ一回開けちゃうと中身が個包装になってない、さらけ出て入ってる。だから止まらない、それが欠点ですね。止まらないの、美味しくて。
くて苦い。だからほんとね、なんかもう気づいたらいっぱい食べちゃってるので、そこは注意してください。ウェイハース、ウェイハースのチョコって結局美味しいよね。こうやって折って、こう折り目を下にして置いとけば。そうなんだ、これ開け方難しい。なんかさ、もう普通さ、ここがさ、こうやってできるじゃないですか。もうできないんだよね、なくて、そのなんかあれが、あれ、あ、もうあるっちゃあるけど、すごい強力にくっついてる。だから開け方むずいです。目がこうなってしまう。いっぱいいる。ハサミで切りな、うん、その通り、その通りだね。性格出ちゃうね。鮭がコーヒーのスイーツ好きって言ってたから紹介したい。でもこういうスイーツじゃなきゃダメなのかな。ハサミで切るタイプと思ってた。うん、私にはそのハサミで切るという考えはありませんでした。何、どんなものでも頑張って手で開けて、開かなかったらあのハサミ使う。お米とかも、お米のなんか袋とかも頑張ってやるけど無理でもうってなってハサミ使うタイプです、私は。最初から使えばいいのにね。待って、鼻かんでくる。できた。なんで鼻噛むって言うんだろう。噛むって使う言葉他になさそう、鼻以外。鼻噛む、噛むってなんだろうね。ふんってすることを噛むって言うのかな。噛むと読みます。鼻を噛むを漢字で書くと鼻を噛むになるんですね。噛むとは鼻水を息とともに強く出して取り除くこと。噛むは鼻を噛む以外に噛むという表現が使われることはありません。だから鼻を噛むの噛むは、あの、本当やることのためだけに作られた言葉なんだ。すごい専属の言葉でした。やっぱり鼻をかむ、すごい初めてあんなに説、あんななんかシンプルな説明見た。そうなんだ、初めて知ったんじゃない、もしかして。私も皆さんも鼻を噛む、噛むは本当鼻を噛むっていう言葉にしか使わない専属。すごくない？そういうの他にもあるのかな。
皿作り終わった。マリペディア調べるだけだけど、インサイドフライ、オフサイド、あ、インフィールドフライ。仕事から帰ってきてキャベツ太郎食べてるな、わらわらわら、めっちゃ笑う。キャベツ太郎懐かしい。こういうくらいのね、サイズのやつね。このサイズいいですよね。もう理解した。はい、オフサイドは相手がいるラインよりラインがルールのラインだよっていう、そこを超えてボールを持っちゃいけないよ。でも確かに昨日サッカーの試合見たら、そのこう攻めてるチームがいて、そのディフェンスのチームはなんか割と前目でディフェンスしてた。しかもみんな並んでるような、なんかそれがオフサイドのラインですか？ん？違う？2分ぐらいしか見てないけど、すぐにファーストラブ初恋を見まして、もうボロ泣き。なんか9話あるんですけど、私8話で終わりかと思って、8話見てて、えこれで終わっちゃうのと思って、やだこんな終わり方やだと思ってめっちゃ泣いた。初めてそんな気持ちになった。こんな終わり方やだと思って、それでプラスでめっちゃ泣いたら最終回が始まった。終わりじゃないんだと思って涙引っ込みました。うん、ドラマ、ネットフリックスのオリジナルドラマ、ファーストラブ初恋です。宇多田ヒカルさんのファーストラブとかがなんか話の元になってるので、めっちゃ良かった。いいシーンいっぱいあった。もう頭から抜けない。だから本当鼻歌歌うとしたら、本当ファーストラブかお魚天国、どっちか。すごい違うけど、本当にどっちかしか頭に流れません。で全然違う、もう別次元の曲なんだけど、本当に魚魚魚って歌ったかと思ったら、さあいいゴーノって歌ってる。全然違うんだけどね。魚天国をなんかアコースティックバージョンみたいに歌ったらどうなんだろう。誰かにやってほしい。新しい魚言えるまでおもろ。なんかコラボしちゃってる曲が。
もうそれからめっちゃ聴いてます、宇多田ヒカルさんの曲。本当登場人物になったかのような音量で聴いてる。でも去年私が超ハマったドラマ「最愛」っていうドラマ、あれちょうど1年前とかだったのかな、超ハマって、ここ最近で一番好きなドラマなんですけど、その主題歌も宇多田ヒカルさんだった。最愛良かったですよね。三石さんとそのドラマの撮影でご一緒させていただいた時に、普通に駅前とかで撮影してたら学校終わりの JK とかがいて、 JK が三石さんにドキドキしながら最愛10回以上見ましたみたいに言ってて、わかるよって思った。すごいわかるよその気持ち、すごいね、JK と話したかったけど私は三石さんにはその時は言えず、後から言った、最愛めっちゃ見ました、考察もずっと調べてましたって言ったら、ん、考察ってなんだみたいになって可愛かった。トムの子とかも見てても、あ、大ちゃんとか思っちゃうし、それこそ最愛見てても、あ、加瀬さんとか思っちゃうくらい、ほんと最愛、最愛すごいどっぷりハマってました。あ、大ちゃんがゲーム作ってるみたいになってしまう最愛がまだね、なんか私の中に残りすぎて。なんか GU ユニクロとかの広告見ると、YOU すごいみたいな、で一瞬思っちゃうね、何事も。今日は月曜日しあさってですね、帰らないおじさん9話、たくさんの人が見てくれますように。レイコが、あ、レイコが、キュアはレイコの髪型が可愛いです。ちょっと今までレイコってストレートの外羽かポニーテール、ご飯炊けただったんですけど、キュアのレイコは予告でも出てた髪型、ハーフアップみたいな髪型と、もう一個ある可愛いのが。それは冷蔵庫入れた方がいいかな。もう熱は取れたっぽいけど、明太子の匂いだ。眠くても美味しいけど、出て出て、蒸らさなくていいの？私それあんまりしてこなかったけど、やっぱ大事なんですか、炊けてからこうシャッサッサッてやるっていうのは。みんなやってる？そのままにしちゃダメなんだ。サッサッサッてやってから
ほっといた方がいい。まあ確かにやらないでほっとくとなんかそのままになっちゃいますよね。大切、すぐやった方がいい。そうなんだ。象印。最近で一番暑い。かけかけ。なんか2種類のお米混じっちゃったんです。ちょっとしか残ってなくて、で新しいお米入れちゃった。ブレンド？いい言い方したら。玄米と混ぜてる。いいな、玄米大好き。最近玄米しか炊いてない。玄米ってちょっと炊くの面倒って言っちゃった。難しいですよね。玄米モードがある。マジ？本当だ、玄米モードあるわ。そうだよね、少しつけておいたりしなきゃいけないみたいなイメージがあった。で私たまになんか16穀米の素とかジャーって入れてなんか玄米食べてる気持ちになるいろんなね穀物入ってるやつ結構好き。簡単なら買ってみようかな。玄米美味しいよね。玄米コンビニとかでも玄米おにぎりみたいな買っちゃうもん。玄米塩おにぎりとか。給食ってさ、カレーの時絶対玄米だった気がする。誰かも玄米って言ってたな。サヤリンかな、違うかな5時間近くかけて炊き上がります。5時間。一回りして白米に戻った。麦ご飯、あ、麦ご飯だ。あ、間違えた、麦ご飯だ。カレーの時はそうだ、麦ご飯。そうそう、スープストックはなんかごまご飯。牛タンも麦ご飯か。牛タンは麦ご飯ととろろですよね。で私いつも
なんだっけ、ネギシ？ネギシは本当よく行くけど、牛タン頼まない。トリプル頼んじゃう。牛肉、カルビ、豚のロースとなんか辛いやつが入ってるやつがめっちゃ好き。な、牛タンそこまでなんか好きだけど、牛タン大好きっていうわけじゃないんですよ。女子って牛タン好きじゃないですか。だけどなんか焼肉の、あ、薄い牛タン好きだけど、なんか肉厚な牛タンはなんかね、そんなどうしても食べたいってわけじゃない。なんか豚ロースとかのが好きだから、そのトリプルのなんか辛い味噌についてる豚のお肉とか大好き。そう、厚切りにね、魅力はね、そこまで。薄いのが好きかも。焼肉屋で牛タンしか食べない日もあるぐらい。そうなんだ。なんか牛タンを、こんな長い牛タンわかりますか？薄く切ってるこんな長い牛タン食べたことあるんだけど、何回か。あれ大好き。こうしゃぶしゃぶみたいに、じゃあじゃあって焼いて、くるくるって丸めて食べるの。なんか多分こう切ってないのかな、こう切ってんのかな、いやなんかそうやって考えたらあれだけど、いやわかんないけど、なんか薄い細長い牛タンが好き。そう、薄い細長いやつ、こう丸じゃなくて。でもなんかなんだっけな、どっかで食べためっちゃ分厚い牛タン、それはなんか低温調理みたいなしてて、なんかね、布団を食べてるみたいだった。なんか髪切り方とか、なんか歯切れとか、なんか肉って感じじゃない、なんかスワッて入ってくような、なんか入ってくような、なんかはーみたいな、なんか焼肉屋さんとかじゃない、普通に料理屋さんで食べた低温調理された分厚い牛タン。牛タンなんだろう、あれは刺し？火入ってるか、低温調理なら。でも煮られてない、焼かれ、あれなんだったの、あれ蒸し？あれ何？わかんない。いや、なんか色はピンクだった気がする。何あれ、生？何だったんだろう。なんかね、レモンとかが挟まってた。そう、あれ何だったんだろう。待ってちょっと待って、調べる。うわ、あれなんだ、これかな。あ、牛タンたたきだ。レアの牛タンたたき。そうだ、だからピンクなんだ、レアだから。それがなんか噛んだ時のなんか食感が初体験だった。焼肉だったらまあハラミかな、ハラミが好きですよ私は。カルビじゃない、ロースじゃない、牛タンじゃない、ホルモンじゃない、ハラミですね。ホルモンもね、あんまりね食べれないんですよね。焼き鳥だったらもう圧倒的にせせり。もうせせり大好き。
私ね結構好き嫌い多いんですよね。焼き鳥屋さん行ってもせせり、小肉、普通のももみたいなやつつくね。なんか豚のしそ巻きとか、そっち変わり種に行っちゃう。なんかねぼんじりとか、なんかなんとかなんとかとかあんまり食べれない。あ、ささみも大好き。なんか中ピンクのやつなら軟骨も食べないですね。そうだと思う。なんかね内臓系はねどんなお肉系でもちょっと無理かも。まだこれから好きになる。お魚も鶏とか牛とかも内臓系はちょっとまだね、まだ私には大人。でもハラミってホルモンなんですよね、実は。ね、ハラミもホルモンなんでしょ。でもホルモンの味噌の味付けとか大好きなの。だからちっちゃいホルモンとかなら食べれる。その炒め物とかなら。でもちっちゃいのなら食べれる。味の濃いのなら。もつ煮とかも好き。ちっちゃいのなら超食べる。なんか白いのがついてなければ食べれる。なんかあるじゃないですか、白いの、白い膜みたいな。わがままの女。こてっちゃんね大好き。それ好きなんかいって感じだけど、こてっちゃん好き。美味しいよね。こてっちゃんの味付けで炒めれば何でも美味しいんじゃない。こてっちゃんでさ味噌おにぎりとか良くない。ホルモン鍋食べたことないです。もつ鍋食べたことないの実は。だから福岡行くのが楽しみ。でもこんなずっとなんかわがままな好き嫌い言ってますが、食べれる時もあるんだよね。だから本当にお店との相性とか調理法とかで食べれる食べれないなのかな。わがままの女。ホルモン鍋するよ。家でやるんだ。どんな調理しても無理ってやつあるの？絶対に嫌だってやつ？私エビが苦手なんですよ。うん。でもこの前甘エビ食べれた。甘エビのお刺身みたいなの。でもエビフライ、なんかエビのプリっていうのが実は苦手で、まあ、見た目もだけど、だけどエビの味は好きなの。だからなんか。エビの何なんかあるじゃないですか、アメリカンソースみたいな、エビのクリームパスタとかさ、エビのソースかけましたみたいなのとかさ、エビの味は大好きなんです。エビ線も大好きけど、なんかちゃんとエビだと無理。ちっちゃくても無理。ビスク大好きだけど、なんかうん、エビね
エビの食感がダメなのかな、味は大好きなんですけど。桜エビ、桜エビはあれはなんかちっちゃいやつだよね。桜エビは、あ、桜エビだって食べたことがあんまりないかもしれない。なんか、あ、桜エビ入ってたんだぐらいの。カニはいける、カニカマ大好き。エビね、でも味は好きだから、そのプリッっていうのがね嫌みたい。でもイクラも、そのイクラのプチッっていうのが嫌だったんだけど、プチッって噛んだら海の味が広がる感じが苦手だったんだけど、いつの間にか食べれるように好きになってきてるから、まあ、そういう感じでどんどん好きになるんですよ。あ、タコも、たこ焼きもタコは今でも抜きます。タコ、うん、なんか、まあ、全然食べれるし、タコ、たこ焼き食べて、あ、タコ抜くの忘れたってなったら全然食べるけど、でもタコは抜くな。でも大好き、たこ焼き。だから自分でたこ焼きパーティーとかするときはウインナーとか入れるか入れないか。でもたこ焼き大好き、トロトロで。イカもそんな食べないかな。私こういうところあるよね、ほんと食べよう、うん、あ、なんかゲソ、イカのゲソの唐揚げとかはちっちゃいのならすごい好きです。あ、貝殻系も、うん、牡蠣とかも苦手。牡蠣ね去年挑戦したけど、なんか牡蠣のガーリックバター香草焼きみたいのがあって、これなら食べれるよって言われて、確かに美味しそうってなったけど、食べてうーんってなって、結局上のそのガーリックバター香草のとこだけ食べたパン粉とかの。牡蠣ね、みんな好きですよね。牡蠣ってみんな好きじゃない？オイスター、でもオイスターソースとか大好き、牡蠣醤油も使ってるし。とろっとしてんのが苦手なのかな、そうかもしれない。でもこれから好きになります、絶対に。私食感大事なんですよ、何事も。だからシャキシャキとかザクザクとか、なんかガリガリとかふわふわとか好きなんだけど、トロトロとかプリプリはあんまり好きじゃないのかもしれないあとグニョグニョとかブニブニとかも。そうだからグミも、グミの種類によっては食べれない。すっごい硬くて歯切れがいい、すごい硬いのか歯切れがいいのかとかじゃないと本当にダメですよね、こういうの。これから食べれるようになるので。で一番好きなのは粒組、圧倒的に粒組。粒組は毎日必ずバッグに入ってる時があった。
苦手な食べ物の話で盛り上がっちゃった。クレープとか好きそう。食べないな、なんか途中でもういいやってなっちゃうんだよね。私は何が好きなんだろう。フィナンシェ好き、お菓子だったら。エクレア好き、ドーナツ好き。小麦、小麦ですねチーズケーキ好き。最近フィナンシェの美味しいお店見つけまして、もう有名かもしれないんだけど、あーないかもな。なんか名前忘れちゃったけど、美味しいフィナンシェのお店を見つけました。まあ、有名だと思うんだけど、エシレはもちろん大好きだけど、そうじゃない焼きたてフィナンシェみたいなね、焼きたてを売りにしてるようなお店だった気がする。で、1日目と2日目で味が変わるんです。で、トースターで焼いても味変わるし本当フィナンシェ一口目噛んだ時にサクッってなるのが好き。サクッってなってふわふわでバターの香りがどんどんしてくれるのとかがすごい好き。フィナンシェね、あれは罪の美味しさだよね。フィナンシェのお店なんだっけな、名前忘れちゃった。なんか袋があったと思うんだよな、だけどなんか見つけられないダメだ、見つけられません。今すぐにはあと、すごい好きなお菓子を見つけまして、デパートのお菓子売り場とかギフトの大丸、大丸にあるんですけど、クッキーの上にチョコがかかってて、その上にキャラメリゼされたナッツがいっぱい乗ってるので、それで普通の味と塩味があって、私は塩味の方が好きなんだけど、やばい、もうあれは本当に私のために作られたんかってぐらいドンピシャ。ノアだったかな、ノアノアっていうお菓子だった気がする。あ、これ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 が美味しいんですよ本当に。これみんな買って、美味しいから。ウォールナッツクッキー、これがやばい。そうそうそう薄いクッキー生地の上にチョコとキャラメルといっぱいのナッツ、これが本当に美味しいんです。多分東京は大丸しかないんじゃないかな。のは黒みっこってあるじゃないですか、黒みっこにそっくりなお菓子も売ってる。あれは食べたことないけど美味しいんです。あれ本当に食感良さそう。そうなんですよ、そうなんです。ナッツはナッツのさ、なんかザクザクがあって、クッキーがなんかジャキジャキガリガリみたいなサクみたいな感じで、でなんかチョコとかキャラメル上に乗ってるのが溶けるからもう最高なんです。ナッツがいっぱい乗ってるんですよ。ぜひ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 、私の推しデパ地下スイーツ、スイーツなのかな、あれなんて言うんだろう、ああいうのって、ああいうくくりってなんて言うんだろう、菓子折りなんだろうのはマリアの説明で食べたくなる。え、嬉しい。でもさ、上手になりたい、伝え方、美味しい伝え方、美味しさをさ伝える。
となんかあったかな、最近おすすめしたいもの。なんだろうな。洋菓子。なんだろう。なんか見つけたらじゃあ言いますね。コロッケありがとうございます。ニキビ隠し。じゃあそろそろ終わりにします。今日はコロッケ部だけど全然コロッケじゃないものを作りましたが、いつかコロッケ作ります。じゃあランキング読みます。20位ホアン、ありがとうございます。19位スミキョウ群マニア、ありがとうございます。18位キッソオッパ、ありがとうございます。17位書道大好き大学生都市群マニア、ありがとうございます。16位マサヤトリヒラ、ありがとうございます。15位コバ群マニア、コロッケ食う食べてありがとうございます。14位ユリエ、ありがとうございます。13位ジェリー、ありがとうございます。12位ひろのり群マニア、ありがとうございます。11位ケンケン、ありがとうございます。10位アスカマサタダ、マサタダだよね、マサフミ、マサシって読んじゃってて違うよって、マサフミだよって教えてもらったよね昨日。そうだよね、よかった。まさふみありがとうございます。9位おやちゃん、ありがとうございます。8位エレメンツ、ありがとうございます。7位イルカ、海豚イルカ、ありがとうございます。6位タダちゃん、ありがとうございます。5位マーボ、マーボありがとうございます。4位エモヤン、あメグさんのマークだ、ありがとうございます。3位とち太郎、ありがとうございます。2位りょう揚げないコロッケ作ってみたら、あれでしょ、オーブンでやるやつ、それありですね。それなら揚げる手間がカロリーもあれだしありがとうございます、検討します。1位コスモス、ありがとうございます。コスモスって歌合唱コンで歌ったな、ありがとうございました。皆さんすごい急に始めたのにありがとう。すごいみんなパチパチ言ってる。銭湯行きたいな。でもさ寒いよね、行き帰りが。じゃあバイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、えー。